皆さんどうもこんにちは、チームラボです。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして、私、チームラボで一番優しいデザイナーの伊藤と申しますので、今日はよろしくお願いします。ですね、今日は、チームラボのデザインシステムと思考の体系化というテーマについてお話しさせていただければと思っておりますが、導入について、ちょっと先に自己紹介をさせてください。チームラボはですね、デジタルテクノロジーを活用してさまざまなプロダクトでとかサービスとか、あとシステム開発から空間の設計までを行っている会社でして、今年で21年目になります。事業については大きく2つありまして、1つはアート展示を行っているアートで、もう1つがクライアントワーク、受託ですね、をメインにさせていただいているソリューションというのがありまして、で、チームラボといえばおかげさまでアートの方については多くの方々に知っていただいているので、チームラボといえばアートを手掛ける集団だねっていうふうな印象が強いかもしれないんですけれども、実はチームラボはソリューションから始まった会社でして、事業の規模としてもアートよりも大きいんですね。でこれまでも、例えば金融から不動産の会社様であったりとか、飲食もあればスポーツなどと、多岐にわたる事業、業界からのお客様の、プロジェクトをですね、一緒に開発させていただいております。で今、私ここで話させていただいている伊藤もですね、このソリューションに属するデザイナーなので、今日のスキーマのデザインシステムというテーマについては、このクライアントワークをやっているソリューションという視点から見て、どういったものかというのを話させていただければなと思っています。で紹介を続けますけれども、チームラボメンバーはですね、全体だと900人いるんですけれども、その中でソリューションに従事しているものは、約700名になります。でこれまで手掛けさせていただいたプロジェクトというのも、延べ100件以上はありまして、先日制作させていただいたアプリの総ダウンロード数については1億ダウンロードを突破して、多くの方々に使っていただけているんだなと思っております。代表的な実例の一つがですね、リスナー銀行様のスマートフォンアプリになりますけれども、これまで銀行の店舗だったりとか ATM で行われていた諸手続きをですね、全部スマートフォンでできるようにしようと、機能を移行しようとした際に、使っていてめちゃくちゃ気持ちいいバンキングアプリってなんだろうっていう部分の UIUX を徹底的にこだわって作らさせていただいて、それが功を奏してですね、現在だとこのスマートフォンアプリの方から手続きをさせていただくユーザーの方が店舗 ATM の約2倍にまで増えているという実例を、実績を残しています。でもう一つ、JR 東日本ウォータービジネス様と一緒に、作らさせていただいたプロダクトで、イノベーション自動販売機、この黒い自動販売機ですね、これとこれに連動する形のスマートフォンアプリのアキュアパスというものも開発させていただいています。でこれも、従来の自動販売機を使うユーザーのにさらに、スマートフォンで、ユーザーを増やしてマーケティングの拡大というものに貢献すると同時に、そのスマートフォンアプリのユーザーの人にはですね、例えばサブスクでドリンクを購入するだったりとか、友達にドリンクをプレゼントするといったような新しい体験というのを提供しています。またドリンク補充のオペレーションなどについてもだいぶ効率化という部分に貢献できてまして、その裏側の DX といった部分にも踏み込んだ実例になります。これらの実例に限らないんですけれども、チームラボという一つの会社組織の中にはデザイナーもエンジニアもみんな属しているので、我々は普段から構想策定から企画までさせていただきますし、そこからデザインも、さらにはフロントエンド、バックエンドの開発もさせていただいてリリースし、さらにその後データサイエンティストを交えた運用というまでところまでも一緒に手掛けさせていただいています。でそのソリューションにいる700名の中で、基本的にほとんど7、8割ぐらいはエンジニアになるんですけれども、その次にカタリストと呼ばれる、一般的だと多分ディレクター職に近いところに当たるんですけれども、その職種のメンバーというのが多いです。でその中で、その中でというか、その残りのメンバーというのが我々デザイナーになるんですけれども、ちょっとこのグラフでも持っちゃってるぐらいなんですけど、実は今20人前後しかいません。700人中の20人です。なので、ただでさえクライアントワークっていうのは日頃から忙しくなりがちなんですけれども、その人数が少ないデザインチームというのは、輪をかけて忙しくなってしまうというところです。なので効率を良くして、だけどクオリティは上げ続けなければいけないということを考えるわけです。なので当然の帰結としてなんですけれども、デザインシステムの重要性というのが我々の中で説かれるようになってきています。でこれは
バックエンドのケースなんですけれども、バックエンドはですね切り離しやすいのでいくつかのパッケージにすでに落とし込んでいます。例えばレコメンドであったりとか検索のエンジンであったりとか、画像を自動で圧縮する部分とか、もしくは CMS というのも我々独自のものを作ってますし、 EC のパッケージというのも開発させていただいてます。なのでフロント側もですね、デザイン側もそれに追従するという形でもっと効率化ができるんじゃないかと考えて、特にスケッチであったりとかフィグマの登場によってそういったツールの思想というところとも足並みを揃えてですね、日々のアウトプットデザインをシステムに落とし込んでいきたいなというふうに考えました。で、名付けてチームラボデザインシステムです。これはどういうものかというのを見ていきましょう。例えばなんですけれども、 EC サイト、先ほど紹介した EC パッケージありますので、それに合わせて UI という部分もですねキット化できるんじゃないかなというふうに考えまして、EC サイトのプロジェクト、蓋を開けてみるとですね、どのプロジェクトも大体構成一緒でして、ログインができるよね、検索して商品を見れるよね、カートに入れれてそれを決済できればいいんじゃないかと思ってます。なので先ほどのチームラボデザインシステムを使って UI パーツ組み合わせてパパッとできちゃうんじゃないかな。もう一つの例えなんですけれども、最近特に受発注の管理であったりとか登録ユーザーの管理みたいな裏側のオペレーション側のシステムを作るという案件も我々非常に増えてきてまして、でこれこそフレームワークに落とし込みやすいんじゃないかなと思っているんですね。でこれもやっぱり大体こう中を見てみると、フレームワークにできそうな共通したものが多いと思っているので、これこそデザインシステムの出番なんじゃないかと。つまり案件をまたいで、さまざまなところに汎用化できるようなデザインシステムというのが作れるんじゃないかというのに挑戦しました。ただどうやってもパズルのピースがですね合わないんですね。理由は簡単で、より良い UX というのをどうしようかって考えていくときに、一律の限定された UI キットだけだともうすぐに限界に達してしまいます。アトミックデザインを例えば引き合いに出しますけれども、汎用化できるのは我々の経験則からするとせいぜいもレベル1のアトムぐらいで、もうレベル2から先になってくると各プロジェクトの性格というのが色濃く反映されてきます。で例えばなんですけれども、ワイン販売をされていらっしゃるエノテカ様の EC サイトとキューピー様のキューミーというサイトというのが2つありまして、これどちらも EC サイトなので先ほどの我々の EC パッケージというのが搭載されています。で同じようなデザインになるのかなと思いきやなんですが、例えばエノテカ様は熱心なワインラバーのお客様もいれば、これからワインの世界に踏み込んでいこうと思っている方もいらっしゃって、そういう方々の購買体験に対する細かい配慮というのを UX に落とし込む必要がありましたし、キューミについては野菜をよりおいしく手軽に取れるんだよということを情報を発信しながら購買へつなげていただきたいというような思いがありました。でそういった思想が根底にある中で、商品の詳細の見せ方であったりとか、それをカートに入れた後の注文フローにおける細かいオプションのところとかいうのはやっぱり、似てはくるんだけれども同じものにはなりません。でこの似ているんだけどちょっと違うという部分がやっぱり肝になってきていて、同じ見た目の似てる機能なんだけども、そこに至るまでの文脈によってそのコンポーネントの役割が異なってしまったら、もうその時点でそのコンポーネントは別物になります。クリエイティブのディレクションも当然違いますし、こういったものをどこまでもこうテンプレートに突っ込もうとしてもやっぱり 100% 無理です。なのでデザインをパッケージにしてチームラボデザインシステムというのを作って、これ早くできますよと、もうパパッとできますよ、その分もうお安くもできますよみたいなことをですね、我々のビジネスとしてできたかもしれないんですけれども、きっとそういうことをしてしまうと要件定義の最中になんかちょっとでもここをこう変えればここの見た目がすごい分かりやすくなるんだろうねって時でも、すみませんそれはちょっとうちのパッケージの仕様なんでできないんですとか、もしくはなんかコンポーネントのカタログを見てて、あこれ要素の数が一緒だからとりあえずこのパーツ使っとこうかみたいな感じでそれをポンと使ってしまうみたいな、そういった細かいことが積み重なっていってしまって、どんどんクオリティが悪くなってしまうと、結果起こるのが手段の目的化になってしまうんじゃないかなと考えています。なので、ついに我々はですねこういう結論に達しました。チームラボデザインシステムはできないですと、無理っすという結論にですね達しまして、もうプロジェクトごとにオーダーメイドで作るしかないなと考えています。でこうもう人間不思議なもので、一度こう諦めがつくと、一回挑戦してもダメだって分かると、もうすごいこう気持ちが前向きになれるものでして、毎回、プロジェクトごとにもうゼロイチでデザインシステムを作ろうというふうな、考えでいます。
でもちろん一個一個のプロジェクトごとに作るデザインシステム の, その工程自体の効率化というのは、まあ我々も取り組んでいるんですけれども、多分これに関しても十分語り尽くされている話だったと思うので、まあ今日ここで話しても社会に説法だと思うので割愛させていただきますけれども、なので車輪いっぱいあるんですけども、こういった非生産的な悪臭、まあ、今日 の, 他の方の登壇でも出てきてますね、車輪の再発明という言葉ありますと、が、我々はですね、もうしょうがないんです、これはもうあえて車輪を発明しまくるしかないというふうな、もう強い意志を持って日々の開発をですね取り組んでいるというわけでございます。というわけなんですけれども、これでちょっと振り出しに戻っちゃいまして、で話がそれるんですけど、あやば、ですね、今回そのフィグマさんからチームラボさん、スキーマというカンファレンスをやるんで、チームラボさんにも登壇していただけないですかっていうふうにお誘いをいただいて、で我々はあまり登壇慣れしてないんですけども、ご期待に添えるか分かんないんですけども、本当にフィグマさんはもう毎日のようにお世話になっているので、ぜひやらせていただきますというふうに返信したんですね。そしたらその次のメールが返ってきて、ありがとうございます、でスキーマのテーマはデザインシステムなのでよろしくお願いしますって書いてあって、みたいな感じで、デザインシステムってなってて、ないなと、どうしようと、かなり焦ってですね、私 の, デザインチームの他のリーダーだったりとかも、何なら役員までも巻き込んでですね、ちょっと話すネタないねんけどどうしようみたいな話をさせていましたと、させてもらってたんですけども、でまあ、そのデザインシステムをなんでそもそも作るんだろう、みんなは、作るんだろうねっていう話までこう立ち返って考えたときに、多分一貫性とか、標準化ないし共通化による効率の、アップみたいな観点というのは、多分これは皆さんもいろんないかなと思いますし、僕も本当にそうだなと思ってるんですけども、これをですね、我々の特徴の部分とこう重ね合わせるとですね、ある一つのキーワードがこう言えるんじゃないかなというふうに思いました。でそれが、思考の体系化になります。チームラボではですね、この思考をですねシステム化するということを目指しています。で早い話、例えばですけども、UI や UX をですね設計する際に、何をどういう観点でどういう順番で思考して、でそれを誰がどうレビューするのかといった部分、それをですねメンバー間でズレのないようにしていくという話です。でもこれはもうマインドの話なので、システムというよりもカルチャーに近いかもしれないんですけれども、ちょっとこんな感じで、ちょっと無理やりなんですけど体系を説明しようと思って、図のフローにしました。上から、原則、パターン、設計で慣れ地化ですね。我々が大事にしている原則をパターンに落とし込み、そのパターンを設計に落とし込み、その設計を最後に慣れ地に落とし込むというような、基本的にはこんな感じです。で原則についてはですけれども、これです。ユーザーのための体系を考えるという、整う、つまりユーザーファーストであり続けようという話です。これも別に際立って新しい話じゃないんですけれども、クライアントと一緒に作るプロダクトやサービスが、どうやってそのユーザーの方にとって価値のある体験になるかという部分を常に立ち返ろうという、それが原則になります。でこの原則から生み出されるパターンというのを、ちょっと分かりやすく三段活用にしてみてますけれども、ユーザーの欲求を満たす手段を使うときに何を考えるんだろうなというような、この三段活用というのに落とし込みました。このパターンを使ってさらに設計というのを分解していきましょうと。で上から体験を決めます。その体験を決めたら、今度はそれにはどんな機能が必要かな、その機能はどういう情報を持っているんだろう、その情報たちはどういうレイアウトで並んでいますか、でそれを表現する UI はどんな形になるでしょうというような順番でどんどん落とし込んでいきますといった感じで、ここまでの内容でも、多分今僕が話したことっていうのは、UI UX のデザインに携わっている方々からすると、なんだそれって当たり前の話じゃないかというふうに思うんですけれども、我々はそれがその個人の頭の中で完結しないと、それがメンバー全員に共有されて全員で同じ思考を持って同じ方角を見るということが一番大事であるというふうに考えています。でこれもじゃあ考えるだけだったから、それはもうじゃあみんなに考えてねって言えばいいんでしょと思うかもしれないんですけど、やっぱり難しくてですね、本当にもう個人の性格とかあってですね、なかなか定着化しないんですね。なのでドキュメントにしてもやっぱりダメですし、もうこれは本当実際のプロジェクトを通して反復するしかないと考えています。でも本当修行のような鍛錬の日々をですね、毎日過ごしているわけです。でここでちょっと実際具体的な例を見て話をしてみたいと思います。こちらですね、北海道の
人口8000人の安平町というところに、来年の春に開校する早北学園様というプロジェクトにですね、参加させていただいてまして、これまだできてないんですけれども、オフィシャルでプレスリリースなどもすごいいっぱい 出ているので、すごい素晴らしい取り組みなのでぜひチェックしてみてほしいんですけれども、これはもう建物もそうですし、プログラムやコンセプトからも新しく一から作るという学校でして、そのテーマとしてはみんなの学校、自分が世界と出会う場所というようなテーマになっています。なので開かれた学校というわけなんですけれども、地域とその学校がじゃあ一体になれる空間というのはどんなものなんだろうというのを我々はテクノロジーを通してソリューションを考えてみました。でこれまでなんですけれども、一つの空間というのは物理的に区切られています。その空間にはこの機能というのを一つにも限定されていました。で例えばなんですけど、小学校だと小学校の生徒だけが使う、音楽のためだけに使う音楽室、逆に地域の住民だけが使う、それはまあ絵を描いたりとか絵画教室をするためだけのアトリエみたいな形で、そのこの部屋はもうこの目的、この機能ですというふうに限定されていました。ですが最近ですと、もうデジタルで ICT の活用によって一つの空間に対して複数の機能を持たすということがもう可能になっています。もうすでに実例もいくつかあって、例えばですけど、一軒の家は、ある時は個人の私の家なんだけども、ある時間帯はそれを、ホスト、ゲストに貸すことができる。もしくは1台の車があったら、それは普段は自家用車なんだけれども、ある時はそれがタクシーに変わるかもしれないといった、一つのものに対して複数の機能というのを持たすことがもう実現できています。でそこで我々は一つの施設が生徒にとっては学校にもなるし、地域の方にとってはそれがコミュニティセンターにもなるという、そういった空間を作ったらどうだと考えたわけです。で建築デザイン自体もですね、外からその部屋の中がこう見えるんですね、すごく。なので、その学校という空間の中で生徒たち、子どもたちがですね、大人がある日なんかバンドやってるとか、料理してるとか、そういったアクティビティとかを目にしたりとか、もしかしたら参加することもできるかもしれないんですけれども、そういった部分で刺激を受けて、お互い競争する、競争っていうのは共に作るっていう意味なんですけれども、競争空間として成立できないかと、これが体験の設計になります。という感じで落とし込んでいってみます。なので、これちょっと、ですね、体験はさっきの共有できる空間なんですが、体験、空間を共有する体験ですね。でそのために必要な機能というのは、住民の方が、外部の方が学校施設として予約できる機能です。これ一例なんですけども、そしたらその予約するためには施設の情報が見れなきゃダメだし、今状況どうなってんのとか見れなきゃダメだし、みたいな感じですね。そしたら当然メニュー必要だし、利用状況を見るカレンダー UI も必要だし、みたいな形でどんどんこう落としていくわけです。最終的なアウトプットとしてはですね、予約、検索して予約できるというウェブサイトと、その予約を管理する管理画面、あとは現場の、建物のところにタブレットがこう置いてあって、そこで今誰が何で使っていますというのが誰でも見れるようにするんですけれども、そういったタブレットというのの開発までを我々が手掛けているという最中でございます。でこの早北学園様の思想をですね、実現しようと思ったときに、こういうソリューションになりました。でこのソリューションって多分、全く見たことがないよと、もうめちゃくちゃクリエイティビにあふれて、もこの世界に前例のないような話ではないというのは我々も思っているんですけれども、ただそのこれまでの学校という空間に対して機能性を拡張し、さらにその求められる体験に対して校舎という施設をですね、最適化させるということができたと考えています。といった感じで、先ほどの思考プロセスをパターンにのっとってこう徹底的に考え抜いていくんですけれども、そうするとですね、大抵こういうところにたどり着きます。つまりそういうことだよね、こういうことだよねというところです。で我々はですね、ここまでたどり着いたものがですね、本質であると考えてまして、こうつまりこういうことだよねっていうところになるまでもう思考し続けましょうというような、そういうプロセスを体系化しようと思っています。でかつ本質的なものというのは同時に普遍的でもあるので、結果としてですね、全く違うクライアントで、業種も業界も違うクライアント様の案件なのにソリューションが似てくるということも多々あります。でこうなってきたときに、先ほどお見せしたこの逆三角形 あのフローの一番下の部分というのがですね、めちゃくちゃ重要になってくるんですけども、それがナレッジになります。でナレッジというのは、知の蓄積なんですけども、これは我々が非常に大事であると考えていまして、思考プロセスを得た知見そのものをですね、必ずナレッジにまで落とし込み、そのナレッジをですね、その今後のプロジェクトでも積極的に使っていきましょうという部分までをプロセスの体系化としてしたいなと目指しているところです。
で冒頭にもお話ししたようにこれまで多彩なプロジェクトというのを手掛けさせていただいたので、その分のナレッジというのがすでに我々は蓄積できています。でも、まあ、たまにこうすごいユニークな案件ができて、これはちょっとなんかナレッジにする必要ないかなみたいな時でもですね、そういうのをポイと捨てちゃうんじゃなくて、それを貯めていきましょうというところです。で早北学園様のソリューション、あれ実はですね、過去のナレッジが生きています。で今映っているのはですね、 ABEX 様の自社ビルにおける、オフィスビルの入館だったりとか会議室の予約をできるシステムになります。でこれも 5,6 年前の案件なんですけれども、こういった施設利用における UX ソリューションの、経験があったので、これをですね、早北学園におけるつまりこういうことだよねっていう部分に対してですね、素早く適用できたという効果がありました。で何より特筆すべきなのはですね、さっきの ABEX 様の案件と早北学園様の案件というのは全く違う担当者によって担当されているというところです。でこれは我々の中に ABEX 様のナレッジがあるんだよということをいち早く早北学園のメンバーに伝達して、で彼らが体験から UI まで落とし込むという思考プロセスの役に立つことができたというケースになります。まあ、こんな感じでですね、みんなで同じ思考プロセスで本質まで考え抜いたら、今度はそれのナレッジを照らし合わせて、でソリューションまでデザインしようと、一人でうんうん悩んで、なんかこう無理やり今回01で頑張るぞみたいなことをせんと、全体の一貫性を保って、でさらに標準化して、でもクオリティは上げ続けるっていう話を考えるとですね、これってデザインシステムだなと私は思っていまして、思考すること自体がデザインの本質であると捉えた場合、そのプロセスをですね、体系化するというの、これは我々できるんじゃないかなというふうに考えています。ただどうやってやるのって聞かれたらですね、これもちょっと身も蓋もない答えになっちゃうんですけれども、ひたすらコミュニケーションしかないかなと思っていまして、やっぱり相手が人なので、これ読んどいてだと定着しません。普段のそのスラックの中の会話であったりとか、勉強会やろうっていうことももちろんやりますし、例えば本当にもう酒の場でなんかああいう案件があってさみたいな話でも構わないんですけども、そういった柔軟な伝達方法っていうのを我々は普段から心がけています。というわけでここまでですね、思考の体系化について話させていただきました。みんなの思考が揃って同じ方向を向いたチームというのはですね、すごいめちゃくちゃ強くなれるんじゃないかなと私は信じていまして、これは我々は今日はクライアントワークスとしての立場から話させてもらってますけれども、多分インハウスの方々であってもデザインシステムという観点であっても、地続きでつながっていて、すごい重要なことなんじゃないかなというふうに思っています。さてというところまで話して、思考の先ここまで来たんですけれども、その先にでも待ち受けるのはやっぱり冒頭というか前半に話させていただいた車輪の再集め、過酷な制作の日々が待っていますと。で本質的なソリューションは普遍的だよと言って、それはそうなんだけれども、じゃそのソリューションを実際の形にクオリティ高く実現しようと思ったら、結局01で毎回作らなきゃいけないというのがもう極めて皮肉な話なんですけれども、ただまあ車輪というのは物事を前に進める装置だと思っているので、それをさまざまなプロジェクトにも常に最適化させて、もう作りまくっていくと。そうすることでクライアントの方々と一緒に新しい体験というのをユーザーの方々に届けていきたいと、そういうふうにチームラボが日々考えて活動しているという次第でございます。というわけで以上が我々のデザインシステムの取り組みでした。極めてマインド的な話で、具体的な例が乏しくて申し訳ないんですけれども、まずこんな感じで、もし興味持たれたら、この後もあちらで交流会行われるとのことだったんで、僕に声かけていただいても結構ですし、チームラボの情報発信などをキャッチしていただけたら嬉しいと思います。というわけで今日はありがとうございました。以上、チームラボでした。